加納オ五郎と選手たち。後列右端に金栗四十43、前列左から2番目に、モテギ前作1920年、アントワープオリンピックの日本選手団は、1920年4月20日から9月12日まで、開催された1920年、アントワープオリンピックの日本代表選手団を呼び、競技結果。選手所属は1920年時点のもの。 日本代表は左胸に日の丸を染め抜いたワイシャツ、紺色のズボン、オリジナルシューズという稲立ちで開会式に参加し、騎手は首相の野口玄三郎、国名プラカードは金栗43が持って入場した。野口、金栗の後ろに監督の立つの保つ会計の深い竹をベルギー公使館の小川書記官、欧米外遊中の長い同盟が続き、その後ろに 他の選手が続いた。日本のマラソン選手日本代表の面々は、この戦いを永遠に忘れず、日本のスポーツ発展に尽くすことを誓い、白はじむ会を結成した。白はじむ会とは、ベルギーの漢字表記、ベルギーから、白、黎明という言葉から、はじむの字を取ったものであり、スポーツも社交会に出て交換すべしという、首相、野口玄三郎の考えから生まれた会であった。 白はじむ会のメンバーはオリンピックから帰国後、H の字が入った揃いのトレーニングシャツを着て、スポーツを楽しんだ。野口は、白、はじむ性をごとし、本人の希望で改名、白、はじむインテンリン法公費言語字にも白、はじむの文字を入れている。最後の存命者は、大浦止め氏で、1989年8月28日、93歳で、逝去した。 ありがとうございます。